はい、狭山親父の狭山の日常です。今日は、狭山市、まあ、入間川っていうのかな、入間川の、河川敷に、来ております。なぜかちょっと河川敷に、狭山にはちょっとスタバがあります。多分都内ではこういった河川敷にはないと思うんですけど、都内では多分駅前が多いんですけど、一応狭山スカイテラス、狭山ニコニコテラス店っていうところが、多分スタバさんには珍しい、多分カタカナの名前なのかなと思うんですけど、一応そういうのがありますね。今はまあ、ここは、多分テレビのロケとかもたまに来てるみたいなんですけど、いろんなバラエティとか。こういったちょっと河川敷で子供が遊べるような、設備があったりします。遊戯か。まあ、ここ一応河川敷ってことで、いろんなちょっとイベントも行われるところですね。まあ他にちょっと緑がかなり広がってたり、まあ入間川にはカモかな、アヒルか、カモとか多分いるのかな。まあここでちょっと鮎の放漁もやって出たり記念してます。まあ本当にあまり手がつけられてない河川敷なのかなっていう形です。まあこういったことがいろいろ広がってますね。まあ、ここの景色が自分多分一番好きなのかなと思います。まあ、身近でちょっと自然を感じられるところかなと思うので、よろしくお願いします。まあ、これで今日も、一日元気で過ごせるかなと思うので、まあ朝もね、これをやってるおかげでだいぶ起きられるようになったんで、今日も一日、元気にさよなら。スーパーさやま人さやプリ、さやま茶でいつもハッピー、第二のふるさとさやまを世界へ発信しちゃう。そんな感じ。